しゃーってことでですね、皆さん、久々にね、1年ぶりかな、多分1年前ぐらいに、椅子取りゲームってね、しょっつる鉱山でやったと思うんですけど、まあね、椅子があるんですよ、このね、しょっつる鉱山に。で、そこの椅子にね、椅子取りゲームとしてね、今日は椅子取りゲームやっていきたいと思います。よーしょくん、今日はよく集まってくれた。今日呼んだのは他でもない。君たちに椅子取りの座を奪ってほしいんだ。今日歌を歌わせていただく唐津明希だ。よろしくお願いしますってことでね、やっていきましょう。第1曲目デレン、ドラえもんをね、今日は歌いたいと思います。皆さんはね、椅子2つあるのでね、3人で走ってでね、先に乗ったらね、もう椅子取りゲームだよ、もう普通の椅子取りゲームのルールですってことでやっていきましょう。皆さん位置について、大丈夫かな、大丈夫かな、いきますよ、いきます、よーい、ドン。だからここにおいでよ、一緒に冒険しよう、何もかもがドド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 ライムクド。はい、おつー、次はね、左のね、こっちのね、椅子をね、座を奪ってもらいます。はい、足元塗っていいですよ。次はね、そちらの1個の座を奪ってもらいます。じゃあ次の歌は、じゃあ AKB のポニーテールとシュシュ歌います。じゃあいきますよ、いきます。ポニーテール揺らしながら風の中、君が走る僕が走る砂の上、ポニーテウェーやってーふーってことで、このダンディーなね、ガールのイカちゃんが優勝しました。イエーイ。でれん、2回戦目やっていきましょう。今回歌を受けつぶくとまらせていただく、はい、唐津家あきです。さっきはね、唐津あきさんだと思うんだけどね、さっきの唐津あきさん腹痛で帰っちゃったんで、今度は唐津家あきが歌いたいと思います。ってことでやっていきましょう。いきます。じゃあタイトルは火花でいきます。じゃあいきます。パート咲いて、いやそっちかい。あー、すいません、すいません、あー、すいません、1、2、すいません、あ、茶番でしたね、すいません。じゃあいきます、せーの。終わんない愛を抱いてたくないの、もっとちゃんと不安にしてよ、いないいないわで演じてほしいの、もっとちゃんと答えてよ、なな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 、ちょ何座ってんだよお前、なななななな、バッセベバッ。はい、はい、処刑、はい、処刑、おい逃げんな、おい逃げんな、おい処刑。次、じゃあ今度はね、こっちの椅子でね、座を奪ってもらいましょう。位置についてください、いきます。さよならはあなたから言った、それなのに頬を濡らしてしまうの、そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよーいよ、歌って歌って雲の上。ええ、あ、さ、これちょっとじゃんけんかな。じゃんけんしてもらっても大丈夫ですか。すみません、申し訳ないんですけど、じゃんけんしてください。いきます、最初はグー、じゃんけん、はい、君の負け、オッケー。じゃあ勝利はね、この子になりました、イエーイ。はい、じゃんけんでね、やっぱじゃんけんは神様が決めるルールになってるんでね。はい、はい、ということですね。今度はね、僕がね、今度はね、椅子を取る側に回りたいと思います。ということでね、ミュージックスタート。あ、待って、ミュージックスタート。えぇ、はいはい、危ねえ危ねえ危ねえ、オーケーオーケーオーケー、危ねえ、今絶対無理かと思った。じゃあ次、決勝戦、決勝戦、やったやった、これ勝ちたい、マジでマジで、俺はね、何でもできるよってことを見せたいから。じゃあ行きましょう、次、ミュージックスタート。あ、もう一回、ミュージックスタート。お前の母ちゃんファンキー、お前の顔巻き、このペンは巻き、みんな大好きアッキー、ドゥルルルッドゥ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 ちゃん。はい、え、今、今俺じゃないの、ね、今俺じゃないの、ね、これ柵だからダメなの、もしかして、え、今のこれ、ね、はい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 、俺、はい、俺、はい、俺、はい、俺、俺が去って、あ、ちょっと、それ嵐、ちょっと、殺さないで、はい、俺、はい、俺、はい、俺、
はい、ということでですね、皆さん、まあね、僕の勝ちですよ、当然のことなんで、この結果は。まあね、俺がね、まあ当然の、お母さん、はい、ということでですね、皆さん、もう頂点取ったってことでね、僕の勝ちになりました。まあね、最後を締めくくのは、まあこの男なんですよね、結局。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。みんなもね、よかったら椅子取りゲームやってみてください。もうね、これ男と女の子とやったらね、もうね、最高だと思うから、うん、ってことでね、バイバイ。うら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 う